ナイアガラ・オンザ・レークはカナダのオンタリオ州南西部ナイアガラ川がオンタリオ湖に流れ込む河口に位置する。川を挟んだ対岸のアメリカ側はニューヨーク州のヤング・スタウンがある。人口13,839人。アッパーカナダ最初の総督官邸が置かれた場所であり、1840年代に建てられたイギリス風の歴史ある建物が今も多く現存する。 街の中心を走るクイーンズ通りには街のランドマークでもある時計塔がある。この時計塔は第一次世界大戦で戦死した地元民の慰霊碑として建てられたもの。演劇の街として知られる。この街では毎年4月から11月の間演劇祭、ショーフェスティバルが開催される。ナイアガラオンザレークのナイアガラワインルートには数多くのワイナリーがあり。 アイスワインの生産で世界的に知られるワイナリーも少なくない。プリンス・オブ・ウェールズホテル街のランドマークにもなっているホテルが3つある。いずれも歴史あるホテルでイギリス風の雰囲気が味わえる。2001コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツ4ナイアガラ・オン・ザ・レーク。2008年5月12日へ閲覧。カナダ・コトリップ海外版秋ふめ社。2017年。 78ページ。ISBN 978から4から398155245。ありがとうございます。